うわ、でも絶対ご飯進むなこれね、いい感じ。やっぱごま油があったのがすごく綺麗に見える。いい匂い。鶏胸肉。鶏胸肉、いつもの鶏胸肉。人生の主役じゃない。はい、そんなに言うてんと。まずは刺していく。よく見る。よく見る。今日何？今日は胸肉でちょっとチンジャオロースっぽいのができたらなと思って。はい、切っていきます。まずはそぎ切りにしてから細く切るわ。ちょっとめんどくさいけどね。あ、なるほどね。あのチンジャオロースはあのお肉の形にしてくれ。そうちょっと近づけよう。生魚の切り方したい。これビントロだよね。違う。え、もう自分胸肉2貫です。オッケー、綺麗。じゃあ下味つけていこう。お酒、お塩少々、胡椒少々。ちょっと揉み込もう。こんな多かったっけ。片栗粉小さじ1ぐらい。もうちょっとかけとこう。これも揉み込んどこう。お肉オッケー。これでちょっと置いとこう。レタス。レタス2玉で105円やってん。これはめっちゃ急激に安くなっていってるよな、野菜が。急激、ちょっと驚くスピードじゃない。いや、びっくりする。だって前まで200円ぐらいしてたよ。いや、してた。一玉でな、うん、200円じゃ買えるぐらいやった。それが今50円になってる。今日はサラダ作ろう。お野菜いっぱい使ってサラダ作ろう。これは洗います。きゅうり。きゅうり、きゅうりも安くなってるからな。出た、野菜の王様、きゅうり。いや、人によるよ。うちはトマトやと思ってるし。トマトも切ろう。おお、4つ。トマトは半分でいいかな。戻しといたわかめも入れよう。レタスも入れちゃおう。これ絶対美味しいね。うん、なんか久々にいろんなものが入ったサラダ。やっぱ野菜が一番美味しいな。地球上で一番美味しい料理何って聞かれたら、うん、サラダって答えます。日によって、日によってはね。めっちゃ足した。ずるいなぁ。よし、にしとこ。これサラダ好きな人はもうみんなテンション上がるよ。いいメンバー。いいメンバーやね。じゃあ味付けしていこう。今日はちょっと中華風かな。ごま油小さじ1ぐらい、鶏ガラスープの素、お好み量、すりごまたっぷり、ほんとちょっとだけ入れよう。ちょっとずつ調整していくわ。なんかめっちゃいい匂い漂ってる。こんな感じかな。こんな感じかな。盛り付けしよう。うわ、美味しそう。いいね。やっぱごま油があったのがすごく綺麗に見えるね。サラダ完成。椎茸、椎茸もこれで100円やったから買っちゃった。なんかちょっと肉厚やったし買っちゃった。うわ、うわ、美味しそう。すごい。今日は3つ使おう。椎茸はちょっと拭いとこう。石づきはちょっと切りました。で、椎茸と卵のスープにしようかな。軸も入れよう。椎茸はスライス。はい、いっぱいやね。すごいいい匂いなあ。ちょっと弱火で火にかけとこう。ゆっくりお出汁を取っていく戦法。その戦法で。ピーマン。ピーマン、ピーマンも最近安いよな。これで110円。全部安いね。うん、今日は5個使おう。5個。ピーマンはチンジャオロース用に細切りしていこう。もう一気にチンジャオロースやね。うん、近づいたな。近づいた。ピーマンしか切ってない。ただピーマン切っただけ。チンジャオロースのタレ作ろう。お酒小さじ2、オイスターソース大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、生姜ちょっと入れる。これが秘伝のタレ？なんとなくやわ。からまあいいんじゃない。なんか急に興味なくなった。じゃあ先にスープ仕上げちゃおう。今日はソーミシャンタン小さじ 1.5 ぐらい。いい出汁出た？いや、めっちゃいい匂いがしてる。で、卵入れよう。ここに卵、美味しそう。
いい匂い。胡椒入れとこう。おお。完成。じゃあロース作ろう。ロース？あんまりないよ。チンジャオロースをロースで呼ぶ人。ゴーブラが入った。ゴーブラ？じゃあお肉から入れていくわ。ザッて入れていいもん。あ、いいよいいよ。固まっちゃうかな。うわぁ、わからないけど今は固まってる。すごい、ロースやねこれ。中華定食や。うん。あ、ちょっといい感じに棒状になってきた。ほんとや。これサラダにのせても美味しそう。美味しそう。なんかしっかりしてそう、豚肉より。うわぁ、混ぜるの好きやな。ハハハハ。炒めるの好きすぎ。こうね、たまにくっつくってるのがいいよね。ありがとう、ごめんね。なんだ。ハハ、気分だか。野菜入れちゃおうかな。タケノコの代わりにもやし。え、なんでなんでなんで。もやしが2袋で50円やったから。これででもタケノコの代わりをもやしができたらめっちゃいいよ。いや、いいよね。もうだから別の料理やと思ってもらって。で、もやし入れちゃおう。おー、もやし先に炒めた方がいいとかもあるよな。シャキシャキに仕上げられるけど、今日はちょっとめんどくさいから。すごい良い音やな。こんな音があるなぁ。全然使うもんね。ピーマンもいっちゃおう。すごい、チンジャオロースに近づいてきたね。カレー入れちゃおう。ちょっと仕上げにごま油ちょっとかけとくわ。ちょっとお塩と胡椒足そう。調節タイム。うん、オッケー、完成。盛り付けよう。おお。お皿間違えたかな。日本でポーランド食器の器に中国の料理が。うわ、でも絶対ご飯進むなこれ。ね、いい感じ。こんなもんかな。完成。いただきます。これは楽しみね。ちょっともうこのスープから、うん、すっごい椎茸の香りするやろ。おいしい。おいしい。これもしかしたらカレーの匂いよりも強いんじゃない。それはないよ。中華ライでサラダ食べよう。ちょっと薄いかな、大丈夫かな。うん、しんなりしてお漬物みたい。うん、今まで嘘やったんやけど、うん、今回は本当に本当ないけど、うん、永遠に食べれる。嘘やで。いや、本当に永遠。そんな食べ物ないんやから。うん、これ食べよう。うん、めっちゃ美味しい。もう言葉ではもう表現したくない。微笑み。言うて、やっぱここまで細く切るとさ、胸肉柔らかいな。鶏肉やからやっぱさっぱりはするけどね。中国の人もびっくりじゃない。よその国で勝手にアレンジしてさ。ちょっとってなるよ。日本食と同じ感じになってる。うん、カリフォルニアロール巻きぐらいのアレンジ。ご飯進むな。うん、高速道路早いってこと。進みが早い。渋滞もあるけど。だから食べ過ぎ注意。一気に駆け込むとあかんか。上野動物園のさ、うん、パンダの双子の名前決まったな。うん、決まってしもた。とうとうな。うん、まさかパンパンとダーダーになる。なってないのよ。応募はしたけどな、一応。ちょっと俺、あの応募でパンパンとダーダーで帰るんで笑ってまったんやけど。ダーダー選考委員、黒柳徹子さんやからな。選ぶわけないよ。あれ何だっけ、シャオシャオと、シャオシャオとレイレイ。まあ可愛いよな。まあ可愛い。よかったよ、見に行きたいな。シャオシャオとレイレイ誰が名付けたの。絶対いるってことだろ。いるってことよ、日本に。うん、シャオシャオっている。すごいよな。パンダがなんで白黒か知ってる？なんで白黒か？うん、だからそのシマウマの群れに隠れるためやろ。違うよ、シマウマの群れに隠れる。同じとこ住んでないもん。え、シマウマと？うん、パンダ？うん、隠れられへんしもんね。目立っちゃうよ。え、当てに行っていい？白クマとクマが融合して、うん、みたいな、なんかいろいろあって。違う。だから動物園でカメラ向けられすぎて、うん、そのカメラのレンズの形をした模様が体にこう現れて。かわいせん。まあでも白クマは欲しいな。え、ストレス。その元々白やったけど黒はもうストレス。え、違うよ、宇宙は関係してるよちょっと。嘘。変なヒントかな。宇
宙はでもちょっと近い。宇宙ちょっと近い。うん、もともとパンダは星の一つで一部分で。あ、間違え。ちょっと聞きたいけど違う。あ、いやそんなわけないかね。うん。パンダが世界の祖、宇宙とかの原型源、そのパンダから全部が始まった。それか。え、パンダから全てが始まった？宇宙に引っ張られすぎ。金と宇宙はちょっとあかんかったわ。ごめん。それは謝る。息できない。パンダの周りでは息できない。誰も。何の答え言うてる今。ちょっと激ムズないけど。うん。高三やな。うん。高三。いやいや、31歳やな。なんちゃって。酒飲みたいな。どうなった？諸説あると思うけど、うん、雪の多い地域に住んでるから体は白くて、うんうん、でも耳とか目とか、うん、腕の先端、足の先端は冷たくなっちゃうやん、うん、雪多いから、うん、だから太陽をより吸収するために黒くなっているって言われているらしい。うわ、ちょっと本当かなって思うけどな。いやでもありえそうよな。うん、すごいな。え、めっちゃいい進化じゃない？まあ確かに、うちもそうなりたいもん。冷え性やから。確かに確かに、なってもいいよね。人間もなってもいい進化じゃない、うん、いや、わかるわかる。え、宇宙何やったいや、太陽や。宇宙には太陽があるから。宇宙といえば太陽やろ。いや、それはちょっとそれ、いや、太陽って言わんと。それ、そしたらヒント太陽、それむず、下手すぎるよ、それヒントの出し方。ヒント宇宙って言ってたよ、さっき。大ヒントあげたぐらいの大ヒントやんか。かき混ぜてかき混ぜてうちのせ。結構モリモリよそだけど、うん、ペロリやったね、うん、ごちそうさまでした